行きたい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 、絶対勝つ絶対勝つ絶対勝つ、残り耐える、あーくそ、誰残り、いけない、これいけない、おっしゃ、グーテンモルゲン、皆さんおはようございます、アフンディでございます。はい、やってきましたテラリアのカラミティモッド、全部のボス倒す実況、パート8ですね。はい、今はね、地獄に向かっています。何をするかっていうと、地獄に一本のあれを引くよ、決戦場バトルフィールド、ついにねここまで来ちゃった。倒せるボスはね、あらかた倒したんで、あ、クインビー倒してねえや。まあ、クインビーなんかもう雑魚なんでね。あたたた、はい、そんなこんなで。よし、地獄やってまいりました。それじゃあ、こっからは倍速にしていきますか。はい、後付けのアフンデでございます。さあ、このね、ウォール・オブ・フレッシュ用のバトルフィールドを作ってる間に、前回のコメントをね、チラッとね、返していこうかなって思います。まずね、前回ね、ボス5名、88個目、ありがとうございました。本当にね、この人のおかげでね、私はね、モチベーションを保ってテラリアを実況することができます。テラリアはね、再生数伸びるんですけどね、なんか、自分のチャンネル登録者数とかにね、あんまり結びつかないんですよね。ってところなんですけど、この人はね、まあ最初のコメントなんですけど、今年はもっと評価されてほしいですねってコメントがあったので、やっぱこの方だけではちょっと寂しいんでね、はい、ちょっとね、いろんな人がコメントしてくれるような、実況になればいいなって、今年の抱負ですね、思ってます。ちょっと、これを機になんか、数字を伸ばすことをもっと考えた方がいいかな、数字。もっと数字にとらわれても俺いい気がしてきた。今年の目標は数字にとらわれる。今ね、YouTube のチャンネル登録者数が57人かな。はい、なんかありがたいことにね、57人いるんですけど、去年の3月ぐらいに私動画投稿始めたのかな。はいはい、それで57人なんで。まあでも、ガラージュの投稿し始めてからちょっと増えたんだよな。はい、やっぱね、出たてのゲームっていうのはやっぱ数字は増えやすいですよね。メトロイドドレッドとかもそうでしたけど。やっぱね、でも俺がやりたいのは、俺がやりたいゲームなんだよな。でもガラージュとかメタルドドレッド俺がやりたかったゲームだからいいんだけどさ。はい。それじゃあ次のコメント。スライムゴッドが落としたポーションですね。そこにある分しか入手できない数秒間無敵になるポーション。はい、これはなんかあれだな、ラストエリクサー症候群が出そうだな、いかにも。ラストエリクサー症候群っていうのがあるんですけども。私ファイナルファンタジーやったことないですけど、ラストエリクサー症候群だけは知ってるんですよね。あ、なんかもったいなくて使えないよ、こんな。はい。まあ、コンパートでも使ってないです。で、次のコメント。これは、メイドインヤビスについてのコメントですね。劇場版も見たけど、ボンドルトキを絶対許さねえ。あれ、やばいよな、あいつな。あいつやばいよな。いや、本当にあのさ、誰だっけ、仮想法でさ、ミーティーをさ、ぶち殺すシーンあるじゃないですか。本当に泣きそうになった。涙ちょちょ切れてた、もう。幼女とさ、少年がさ、仲良く探検する物語だと思ってさ、俺、ネットフリックスで見てたからさ、あってなっちゃった。はい、そんなこんなでね、なんかちょっとね、今年の目標は数字にとらわれるなんでね、はい、ちょっともうちょっと頑張っていこうかな。3月の1周年を迎えるまでにな、チャンネル登録者数100人いきたいな。私の主戦場はニコニコじゃなくて YouTube なんで、はい。これは申し訳ないですけど。はい、YouTube のチャンネル登録者数。さ、ニコニコの方がさ、あれだ、コメントとか再生数はいくんだよな。フォロワー9なのに。そんなこんなでね、実況中のアフンディ送りたいと思います。それでは、ウォール・オブ・フレッシュ戦をお楽しみください。それじゃあね、アウフピだぜ。はい、ほんじゃあね、地獄の聖地。まあ、こんぐらい距離あればいけるでしょうということでね、100万回ぐらい死んだんですけども。はい、今からポーションとか準備してね、はい、ウォール・オブ・フレッシュ戦に備えようと思いまーす。それでは、ちょっとね、落下しながら説明するよ。ここコースに使うポーションは、はい、イバラ、シャインポーション、オーブ・スイダンポーション、タイタンポーション、と速くなるポーション、あとこれ、敵の脇率を、スポーン率を下げるポーション、とライフポースポーション、ウォーターウォーキングポーション、ワラウォーキングポーション、あとヘアリングポーション、これ回復ですね。あとトリンフポーション、テスラポーション、アイアンスキン、エンデュランス、リジェネ、あとこれハードシチューということで、よーし、まあね、まあ、一発でクリアできればいいかなって感じで。はい、いや、ほんとね、テラリアのさ、マスターモードのあれ壁がさ、あれ本当に倒せなくて、
なんで、です、まあ、倒せたんだけど、あれよ。まあまあ、なんとかなるでしょう。なんとかなるでしょう。いや、ほんでね、デスモードね、ブードゥでも湧きすぎ。もう死ぬ。やばい、これマジで。バグってる、ほんとに。よし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 。じゃあ、行くよ。一戦目。と言っても、こっち端からやるんですけども。ああ、楽しみ。自分が一番楽しみ。あっちにデーモン湧いてるから、潰しといた方がいい。ほら、もう見てわかるでしょ、このガイド人形の数、落ちてる。よし、じゃあ、バフ使って、行きましょう。ほら、湧いたね。やばい、固まった。しょっぱなレーザー使ってきてる。しょっぱなレーザー。これどうしよう。何で戦うのがいいんだ。とりあえずフェニックスブラスターガン突破して、レーザービームをこの上下移動で。レーザービームは 20ダメージぐらいか。じゃあいけるな。なるほどね。一定間隔で距離詰めてくると。了解した。何で戦うのがいいんだろうな。いけなさそうだな。距離が足んなさそう。マジか。こっからブリムストーンバイオーム入っちゃうんだよな。あ、死んだわ。いや、マジ。デスモードの地獄つらすぎる。はい。じゃあ、やっていきましょう。これでもうダメだったら泣いて謝るしかない。もう。この世の神羅万象すべての生き物に。それでは、バフ使って。はい。前回からの変更点として、フェニックスブラスターじゃなくて、このローグ武器で戦おうと思う。まず、雑魚処理なんだよね。この、さあ、ハングリーはさ、分裂するじゃないですか。まあ、大体このローグ武器2、3発当てればいけるんで。で、あ、いい感じに入ってる。あ、で、これなんかデバフあるんですよ。デバフ与えることができて、はい、体力、HP の崩れもね、フェニックスブラスターいればね、全然いいと思うんで、こっちにしました。で、ほんで、この上下移動でな、レーザーをかわしてって、乱射してくるとこあるじゃないですか。まあ、そこはもうちょっとね、まあ気合でなんとかするしかない。そうなんだよな。こいつらがハート落としてくんないんだな、デスモードはな。まったくよ。うまいことかわしてるね、今。今のところ。アドレナリンも溜まってきてる。あー、食らっちゃった。ほんで、レーダーの色が変わったってことは、ちょっと相手の、そう、デーモンサイズとかも飛ばしてくるようになってる。これはもう本当に頑張ってかわすしかない。あ、いいね。相手の HP あと40じゃねえや。40%。8000。バニラのノーマルモードのウォール・オブ・フレッシュの体力が8000なんで、あれですね。あとは6000。OK。削り切る。ここで、ちょっと怒りを解き放ってマグナム2発ぶち込みたいんだけど、怒り溜まったか？ボーンっていった？よし。ほい。ほい。オッケー。H使おう。いけるか。残り1900。行きたい。絶対勝つ。残り耐える。あー！くそったれ、残り。いけない？これいけない？おっしゃー！やったぜー！ローグ武器の噛みつきの持続ダメージで倒しました。おっしゃー！ハードモードかかってこいや。いや、あんまりそんなかかってこなくてもいいですけど。あ、やったー！今、キルカメラで見てめっちゃ熱くね、今のは。やっばー！俺の勝ち。はい。あ、もう早速、です、ハードモードのハープリングとか湧いてる。
倒した地点から右側があれだっけ、クリムゾンに汚染されるんだっけ。俺そこら辺の試合よくわかんねえんだけどよ。どうなんだ。オッケー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 、ちょっと拾ってこうよ。ドロップ確認してまいりましょう。はい、これがザ・アンダーワールドですね。これらの黒曜石と地獄の石の塔にはかつて何千年もの人々が住んでいました。彼らにとって残念なことに、彼らは彼らが救うことを超えるまでのうちなる悪魔によって、ねじられました。はい、これ効果なんかあんのかな。これもお気に入りにするとの文がないからちょっとわかんないな。はい、それ次、ウォール・オブ・フレッシュ、私はその行為が行われたのを見る。肉と憎しみの不正な融合は打ち負かされました。この世界の明るい部分と暗い部分に潜む恐怖に立ち向かう準備をしてください。なるほどね。つまり肉壁を倒すと聖なる血と邪悪に染められたクリムゾンの血が出ると。はい、よし、じゃあドロップトレジャーバッグ開けていくよ。おい、あ、まずこれデーモンハート使うか。これでアクセリの枠が1個増えるね。オッケー、これなんだ、デーモントロフィー。あ、使っちゃった。なんだ。え、スポーン率を 1.25 倍にブースト。効果を元に戻すことができません。あれ、え、じゃあスポーン率上げちゃったってこと。まあいいでしょう。あ、これはあれですね、バカでかい、でかい。なんかさ、村政とかもそうだったけどさ、全部調整が入ってるらしいんですよ、既存のバニラにある武器は。こ、バカでけえバスターソード、これブレーカーブレードって名前なんだ。で、これは三段銃ですね。三段銃じゃねえ、三点バーストの銃ですね。ねじ巻きガンだっけ。はい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 。あとはこれはね、既存のやつですね。それじゃあこのあとあれですね、ハードモードになったカラミティの世界をちょっと探索して、このパートは終わろうかなって思います。バイオームが、待って、おい、これを開封しようぜ。これを開封しないことにはさ、ハードモード始まんないでしょう。せっかくここまで頑張って集めたんだ。開封しよう、開封。よし、じゃあ金からいくよ。15ゴールド。金はなんかそうでもないんだっけか。うん、でももうプラチナ、1プラ、約1プラチナ。あ、いいね、これ。150回復のポーション。オッケー。じゃあ、アイアンクレート行こう。これさ、バニラだと、あれが出るんですよ。ミスリル鉱石とか、ハードの鉱石が出る。来た。これね、昼と夜をね、入れ替えることができるアイテム。これはいいよ。ここに置いとくか。めぼしいものがないな。はい。おい、ウッテンクレート行くよ。ウッテンクレートからかな。あ、これはいいじゃないですか。アンカーだね。めっちゃ速くなってね、これも。127ダメージ、これ使ってこうぜ、おい。あ、壊れ、そうか、木の箱からか。ハードの鉱石が出てくんの。オッケー、そういうことね。じゃあ、ボコボコ開けてこう。うわ、しょっぱ。うわ、なんだったんだ、俺の今までの頑張り。まあ、でもこのアンカーがさ、結構強いから、これ使っていくわ。あれなってんだね。聖域になってんだね。じゃあ、ちょっとデモアルタ壊していくか。めっちゃダメージ食った。ロックフィッシュ食い込んでる。オッケー。あ、デモアルターからソウルオブナイト出てきた。ピクシーダストはね、これめっちゃ使うよ、ピクシーダスト。あ、めっちゃいい、このシステム。デモンハルターからソウル出てくる。オッケー。宝石湧いてる？湧いてないよね。どういうことだってばよ。じゃあこれもう自然で発生してんのかな。そのあれした時点で、ウォール・オブ・フレッシュ倒した時点で。ちょっと
宇宙行ってあれ集めっか、先に飛行のソウル、フライトソウル、ソウルオブフライト。どうしよう、なんだクラウドエレメンタル、なに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 、ちょっとお腹いっぱいだよ俺もう今日、俺も今日ボス戦いいって。これミニボスか、うわーえぐいえぐいえぐい、なんだこれ、なんつーダメージよ、適当にやってねダメージ。どこ行った、クラウドエレメンタル範囲外出ちゃったか俺。あ、クラウドエレメンタルまとわいた。どこにいる、クラウドエレメンタルとかいう脇が。なんか俺でも勝てそう勝てそう勝てそう、クラウドエレメンタルは勝てそう。ほんでお前も、あ、なんかエッセンス、エッセンス、エッセンス大事、エッセンスオブサンライト。誰が落としたんだ今のエッセンスは。熱い熱い、一発42ダメージ。うわっ、あーなんか UFO がいら、なんだこれ、やめてほしいやめてほしい、脳みその処理が追いつかないから、俺メモリ少ねえんだって脳みそ。でもクラウドエレメンタルには勝てそうだな。ワイバーン湧いたわ。いやなんだもうこれ、もうめちゃくちゃじゃん。なんなんですかあなたたちは。そっか、あの俺デーモントロフィー使ってから脇がよ 1.5 倍になってんだな。あ、オッケー、ワイバーン絶対倒す絶対倒す。いやまたクラウドエレメンタル湧いた。いいってクラウドエレメンタル今。ワイバーンだけに集中、ワイバーンはもうあれだから、もう俺ワイバーンと戦ってなんなら10年ぐらいだから。125でもこいつね、ローグ武器ひっつけてればなんか足止めできるから、まあ楽ちんち、楽ちんちゃ楽ちん。ほんで攻撃もなんかこのね、雪嵐、なんか渦、渦、この渦、渦攻撃しかないから、まあ途中でワイバーンでも湧かない限り、私の勝ちは、まあ余裕でしょうと。あまり離れちゃうと、クラウドエレメンタルはシャイだからいなくなっちゃう。はい、ワイバーン。はい、ワイバーン。ハイワイバン、ハイワイバン、なかなかないやって乗り越え、ハイワイバン、ハイワイバン、なな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 な、ハイワイバン、ハイワイバン。クラウドエレメンタル倒せるぞこれ。オッケー、クラウドエレメンタル撃破。何くれる何くれる。ほんでこの調子でワイバーンも行きたいですね。オッケー、倒した倒したけど画面外にあるソウルが画面外行っちゃった。ほんとついてねえ俺、どうすんだこのソウル。いた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 、なんか可愛いなお前。あ、なんかドロップした、アイオブザストーム。あれワットソン。アイオブザストーム、なにこれ。 あれか、アクセサリーか、つけてみていい。かっこいい、お前戦ってくれんの一緒に。なんでお前そんな自我持って行動した。ワイバーン湧いて、おい行くぞ、ワイバーン倒すぞ、ついといてついといて。え、強い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 、相棒。死にそう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 。
オッケー。強いねー。あ、あった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 。よーし。ソウルオブフライトが16個集まりました。もうちょっと一旦拠点、これめっちゃいい、これ。なんか弱くても使おう。これを外してはいけない縛りしよう。これさ、ミニボスさ、車庫外ってかさ、これ、エレメンタルってさ、他にもいるんだよ。他のとこにも。砂漠のとこにもエレメンタルいるし、雪のとこにもいいんだよ。そいつらみんな仲間にできるのかな。待って、これマテリアルじゃん。こういうの見ようぜ、ちょっと。はい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 。おお、絶対これ、全部合成できるね。来た、神。神がおわすね。いいのかな ?6 種類湧いてるっていう解釈で OK かな。待って、アースエレメンタルが湧いてるよ。どこ?いるー。こいつも倒そう。なんかこいつは余裕だな、多分。こいつの召喚アイテムも欲しいな。なんかかわいい。なんか飛ばしてきてる。ゴミ飛ばしてきた。オッケー。アシッドアーティファクト。え、何だったんだ今の。使った？コンシュマブルした今。まあいいや。あと何ドロップした？これか。鉄砲落とした。鉄砲スラッグマグナム。なかなかに強いんじゃないですか。はい、なんかね、もうちょっと今日お腹いっぱいだから、絡みて思ったのは、今日の実況はここら辺でお開きなんですけど、あのね、1月10日の昼16時、成人式の次の日からですね、バニラのテラリエで、ハードコアでタイムアタックする、肉壁倒すまでのタイムアタックする配信を、結城翔太郎さんって方とやるんですよね。よければ見に来てください。はい。この告知でした。この動画はおそらく成人式の日に上がってると思います。はい。成人式はね、去年なかったんでね。はい。お付き合いいただきありがとうございました。次回からハードモードのテラリア、デス実況、デスモード実況、お楽しみください。それでは、アウフビダゾン、アフミディでした。